蒸気が濃くなってきましたね。この地下へと続く洞窟も思っていたよりずっと深いようです。気をつけていきましょう。皆さんこんにちは。こんばんは。チャイナ TV と申します。ついに出ました、ゼルダの伝説Tears of the Kingdom。 いきなり操作が始まったね。そしてハートめちゃくちゃ良くない？めっちゃ強いですよ、このあのリンク。やばいね、マスターソード持ってるよ。これどうせ弱くなるんでしょう。絶対なんか何かしらで弱くないから。正気キャラのせいで。正気のせいで。そう、毎回そうだからね。この正気に触れ体調を崩すメタルが多いと報告を受けています。あなたや私はこの程度なら大丈夫なようですが。なるほどね。先に進むとやばいと。にしてもやばい。なぜハイラル城の地下からこんなものが。やばいやつが来てると。正気が出ていますよと。正気って何ですか？正気は正気よ。変みたいなもんでしょ。この先の調査は危険が伴うかもしれません。では体調悪くなる。でもあなたがいてくれれば安心です。リンク、ヘのせいで危険が伴う。早く原因を突き止めましょう。誰かがヘをこいてると。絶対お前じゃん。ガノンドルフが。ヘノンドルフじゃん。ヘノンドルフが地下でヘをこいてると。きったな、マジで。うん、でもゼルダとかリンクぐらいになると多少のヘだったら大丈夫だから。なるほどね。うん。さあ、行こう行こう行こう。好きそうね。もちろん。大変した。お、ははリンク。マスターソードが。ああ、光っちょる。光っとるね。魔を滅する剣が反応しています。なるほど。この奥に何かがあるのは間違いありません。そりゃね。ああ、薬剤を封印した後なんだね。だからこれがあの、あれだね、前作の、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの後の話ってことかな。うん、薬剤があるのをね、うん。やっつけてからまた何かがあったんだね。そっか。まあ、幾年か経ってこうなったわけだ。幾年とか言うのお前、小学生が、うん、何年かで言わないの、うん、幾年って。いいじゃん別に。いや、いいよ。幾年って言った方が雰囲気出るから。いいよ、そういうのいいよ。古代文明の遺構。文字ゾナウ文明。マジで。あ、剣震える。ゼルダ切っちゃったじゃん今。オッケーオッケー。はい。この辺り一体。ゾナウ文明を傷つけるのは良くないと思う。そうだね。何の文明だったんだろうね。うん。解き明かしていきたいところ。そうだね。合致する。私の持つゾナウについての知識に合致するものがかかり。合致。ゾナウははるかから昔、神話の時代にあったとされる文明。はいはい。ああ。へえ。空にあったところ。シュメール人みたいな。あんまり分かってない。その、Wii で出たさ、うん、スカイウォードソードだっけな。あれ、ね、あれも空の話だよね。あれのことなのかな。割と最近リメイクされたやつね。うん。古代の石像、誰だこいつ。こんな敵出てくんのかな、いつか。敵なのか、味方なのか。敵でしょ、ゾナウ族と。ゾナウ族と戦った。少しどころじゃねえだろ。じゃあ、これはブレス・オブ・ザ・ワイルドでこんなやついなかったから、あんまり関係ないかも。じゃあ、こいつ新キャラかもね。ゾナウ族。よしよし、よいしょ。登った。登れるね、相変わらず。体力めっちゃ多いじゃん、こいつ。確かにな。最初からこんな強くないよね。最初さ、マジチミッとだったもんね、体力。やばかったからね。スパイラマン、スパイラマン。いいから早く行け。スパイラマン、スパイラマン。いいやばくない？何周できんの、これ。やばいよ、これ。しかも減ってないし、これ。超強いじゃん。スパイラマン、スパイラマン。スパイラマンじゃん。あ、やばいやばいやばい。これ森尾君だ。これ狙ろう。です。森尾は。オッケー、森尾やった。オッケー。大丈夫でしたか、リンク。おう。大丈夫です。心配してくれるのか。やったしょ。
正気の原因か。違う。あ、この壁画は。ああ、悪そうな軍隊がいるね。あれガノンじゃん。ガノン、あれやっぱり。ガノンっぽくない？ガノンっぽい。常にガノンだからね。そう。敵は。常に敵のでかいやつはガノンだから。今から春の東の神話の時代に、人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが。完璧にそれだね。ひょっとしたらこれはその伝承が描かれているのかも。おお、すごい。あ、ガノンっぽいね今のね。何、ゾナウ族じゃん。これゾナウ、やっぱ。さっきの耳でか、そうね。元の層にかたどられていた。なんか集めそう、左のなあの。なんかあのでかいマガタ。私たちのハイリア人のようですね。ハイリア人。オッケー。やっぱゾナウとハイリア同じ、うん。まるで天から降りてきたように見えます。ゾナウが聞いたね。ゾナウが聞いたってきそう。7個のステージがあって、そこでなんか集めるっぽいな。そう、そのマガタマっぽいやつ。私の祖先、ハイラル王家の祖は。で、ゾナウ族にあげるの。天に降臨せし、神の一族と結ばれ、生まれたと言われています。へー。この壁画を信じるなら、天より降臨せし一族とは、ゾナウ族。おー。その一族と、大地のハイリア人が交わり、やがて起こった国がハイラル王国。いきなりもうなんか解明されたっぽいよ。邪悪なるものが現れ、王国の大いなる力を奪う。いや、奪われてるわ。マガタは奪われたね。奪われてるわ。完璧に奪われたわ。文書の内容と一致している。そして魔王が誕生し、ガノンが誕生して、それを打倒する戦いが起こった。はい、それが前回のやつかな。ここに描かれている人物、もっと昔の話をしてるのかな。魔王と呼ばれたものだとするならば、ボコブリンたちだよね。ボコブリンだよこれな。すごい、すごいや。やはりこれは古文書に記されていた大戦争。おー、封印戦争の全容が描かれた壁画。封印戦争。これは大発見です。すごい、あの歴史好きなキャラなんだね。これはブルアが作ってくれたのですが、絶対分岐の持ってきておいてよかった。めっちゃスイッチじゃん。こういうものを記録するのにとても役立ちます。スイッチじゃん。スイッチだなこれ。飛ぶことないけど、この先は埋もれていて見られません。爆弾使いてー。マジで、ここは一体何なのか。せやね。でもこの正気がここから溢れてるってことは、この先にあるように思います。封印されてんじゃないの。今は先に進めましょう。絶対いるだろうね、ねえ、ガノンが。そう、あれ、ボコブリンたちがその奥にさ、封印されてるでしょ。どうせ可能性はある。どうせそうでしょ、どうせ。さあ、正気が強くなってきてるね、これね。うわー、部が臭いよ、そろそろ。ほらほらほら、その部を断ち切っていく。また屁が臭い。すごいね。すごい匂うじゃん。全部ボコブリの屁なのこれ。じゃない？それがゾナウ族か。あ、あ、漏れてますね。マジで屁漏れた。漏れてる漏れてる。行こうぜ。はい。ちょっと少し待ってくんね。ちょっと待った。まあ行くか。行こう。時間長かったんだよ。行こう行こう行こう。行こうか。いえ、行こう。行こう行こう。で、ここで敵が出てきて、めっちゃ強くてやられて。そう、不意打ちにあってさ。だろ？そうなんだろう。どうせなんか武器とか壊れて、あ、何こいつ、ゾナ族いたもん。で、なん、さあ、で、どうせまた何年か経つんだろう。そう。何百年とか。何年か経つんだよ。で、また眠りから覚めて、リンクが。あ、やばい。あ、取れちゃった。やばいやばいやばい。あ、マガタマ。あ、マガタマンだ。なんだよ、マガタマンって。知るか。マガタマが取れた。あー、なんか綺麗。あー、綺麗。あ、あっと。キラ来た。キラ。心音聞こえたもん。DVD で。キラじゃん、こいつ。あ、やばいやばいやばい。あ、うん。死ぬんかい。マジで。あー、あー、
そう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 ピッシュだね。ピッ、それが大魔の剣、我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。動きキモいな。ゼルダ、大魔の剣を持つ者、こいつだけ名前覚え、リンク、リンク、ラウルの勇気棒、ラウル誰だ。この程度か。傷が治ってる。どうして私たちの名を。さあ、たたり神だね、完全に。たたり神です。ああ、またたたらば行くんじゃん。たたらば行って鉄を作って鉄砲でやっつけると。そうだね。いつかバカでかいさ。ああ、後ろが。あ、やばい。ああ、浮いてる。空に浮かんでちゃってるね。やばい、空島になってる。ああ、めっちゃ強いじゃん。ゼルダたち大丈夫？ゼルダたちどこ行ってるの？マジで。こいつは？誰？どうだったのこれ？木に落ちてきた。あーあー、あん、落ちた。あ、助けに行く。そして間に合わないんじゃないの、どうせこれ。ソータは美しい。生きろソータは美しい。あー、さようならバイバイ、元気でいてね。あ、さっきボケたって、封印してたって。ゾナウの手な、こいつが。ゾナウの手ね。ゾナウの手だよ。ゾナウの手がなんとか希望を未来へと伝えてくれたと。さあ、相変わらずね、ゼルダのこのね、嫌な感じの雰囲気ね。最初の薄暗い、最初のこのね、暗い雰囲気はね、もう定番だから。ウィー出たね、トワイライトなんだっけ。あ、トワイライトプリンセス。 あれもね、めっちゃ最初暗かったでしょ。いや、ずっと陰鬱だよ、あれも、うん、めっちゃおもろいけどね、あのゲームもね。ゼルダシリーズに外れなし。途中でなんか地に光が灯るんでしょ。そうそうそう、知らんけど。さあ、サナダムシ、ミトコンドリア。全然ライフストリームか。あ、これゾナウの手。あ、ゾナウザハンド、これじゃない。え、これリンクの腕か。リンクの腕じゃない、がゾナウザハンドになってる。マジでやば。うん、ゾナハン、ゾナハンになった。さあ、何が起こった。呪われたのか、ゾナウが直してくれたのか。ゾナウが直してくれた一票。この右のあざは、あ、安定の防護全部剥がれ系ね。うん、マッパだもんね。あ、やば。とにかく明るいリンクになってるよ今。とにかくマジで、うん、履いてるね。履いているよね。そこだけで、ね、履いてる、履いてる、履いてる。リンク殿。誰だ。ナレーション。全知全能ラファエル。マジで。そうだ。私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。知るもの。瀕死の重傷を負われていたが、命を取り留められたようで、うん、何より瀕死だったと。貴殿の手は口、命に関わったので、代わりにそうさせてもらった。ゾナウハンドが新たなリンクの右腕になったってことね。そういうことだね。もげちゃったんだわ。もげもげしたんだ、シャンクスみたいに。そうシャンクス。マスターハンドあるよ、いきなり。マスターハンド。あー、でも先っぽなんかさ、腐ってない。錆びてるんじゃない。くそー、よくできてやがるぜ。これだからな。ほら、最初から使わせてくれや。まあそううまくはいかないで。うんにょんぺ。何うんにょんぺって。折れてるもん。ダメじゃん。オレンチョしてんじゃん。オレンチョ。クチタマスターソード。
いやマスターソード朽ちんだよな。むずい。朽ちちゃいかんぜよ、マスターソードは。うん、ゲームの設定上しょうがないけどさ。そう、取りに行きたいよね、だったら。そう、ほんとそうね。あ、最初からマスターソードさ、朽ちてほしくないよね。そう、朽ちてほしくない。マスターソード言うぐらいだったら、うん、あいつそっち行く前に、なんか俺は何か見たいよ。あ、やっぱ体力も少ねえわ。少ねえなぁ。これじゃ全然登れない。くそ、なんかないの、ここら辺。この木の裏とかない？なんかバゲでいけそうなもん。ねえ、なんかない？この模様は何だろうね。ゾナの、リンクのゾナハンドに、ゾナハンに似てるよね、壁の模様も。ゾナの言葉あったりしたい。あるよ、そういうヒントしよう。投げ払おう。オッケー。あの草は投げ払える。おー、出た。あー、謎解き系ね。あるある、謎解き系ね。あ、ゾナハンドで触れるかな。東大王に俺はなる。マジで。はい、来た。この効果音ね、ジェルダっぽい。ジェルダっぽい。あー、これ。そうそうそう、下にね、なんか紋章が現れるやつ。ワープゾーン？エレベーター？かな？不穏な音。おーい、ハゲルは動いていく。あ、絶対そこ飛び移り系で。そうな。お宝様に。いろいろ動いてるから、ちょっと。順を追って。あそこに、まずこれは関係ない。多分これがなんか遺跡が動き始めたよっていう合図かな。かな。で、あー、どこに行く、あっちに行くのかな。先にこっち行かないといけない。ああ違うね。あー、飛び込みたくないね。ちょっとね、飛び込んでは戻れないからさ。あー、まずこっち行ってみようか。そこジャンプでえいって。これジャンプできない。ジャンプは X か。X で。ジャンプ X な。あーしゃー。全然ジャンプ力ないこいつ。やばいね。ダメダメだわ。まあでも人間こんなもんじゃない。あー、ちょっと待ってよ。これは無理だから、多分。ちょっと待てよ。はって行ってみる。はっ。はっ。ここで。ダメだ、ここ晴れない。ダメだね。これはちょっとまだ無理かな。うん、そんな気はするね。じゃあ飛び込むか。飛び込むか。うん。それしか道はなさそう。冷たいかもしれないけど。ゴー。はっ。暗い。絶対冷たいやん、これ近すぎ。やばいね。で、この服装で入るんだよ。で、ここは。ジャンプで張り付けようぜん。うわ、めっちゃ取り切れるぜん。ダッシュして、あ、やばい、大丈夫かな。頑張りゲージがなくなると、あ、頑張れなくなっちゃうよと。なるほどね。よっ。オッケー。どんどん飛び込んでいきましょう。ジャーンプ、うわよー。オッケー。あ、じゃあなんか気持ちよさそう。あ、宝。本当だ。他にはなさそうだね。うん。宝を開けます。宝ピアコだ。もう開いた。あー、出た。あー、嬉しいね。うん。これ履けるわ。装備しましょう。オッケーオッケー。光が見えております。小鳥もさえずっております。そうそうそう。うわー、めっちゃ綺麗じゃん。おー、やばいやばい、飛び込む。空の上？やばいやばい。あれまあ。ゾナの世界ってこと？大地はあるね。うん。あっちなんか丸い。丸をくる。あるね。コクーンみたいな。うん、コクーンって。飛び込む？飛び込むか？飛び込む。ゴー！あっ！うひょー！あれね、あれね、あの、前のさ、あれだったら飛び込む。おー、あ、なんかドラゴンみたいなやついる。ほんとだ、なにあれ。なんか前にもいなかったっけ、ドラゴンみたいなやつ。あ、そうだ、いた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 。森さん、でかいドラゴン。わあ、壮大やで。いや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 、これ全部いけんのか。全部いけちゃうんだね、多分。いや、あのドラゴン乗りたいね、早くね。乗れるのかな。なんだ。
ヤキン、ティヤキン TV、 ついに始まります。これはね、ちょっとね、しばらくスプラトゥーンができない可能性あるよ。しばらくやんないかもしれない。スーパー、これでミキビってすごいな。マジでね、超人だわ。ここはどこだ、妖精の泉か。始まりの空島、はいはい、空島。さあさあさあ、誰もがあの竜が気になるとこだよね。うわ、動いてるもんね。なんかいるよ。本当だ、なんか騎士が挑むか。うわ、やばいやばいやばい、いける、お前なら勝てるって。タイムだろ、いけ。あ、リンゴ落ちてる。オッケー、来いや。おら、おら、ネス、いけ、追い打ちだ。おら、あ、力弱くて。この野郎、マジ、ね、やばい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 、やばい、俺武器ないぞ。ごめんごめん、許して。逃げろ逃げろ、ちょっと許してって。でもマスターソードって回復するよね。すんの、しなかったっけ。これローリングとかできない。リンゴ、リンゴ落ちた。リンゴだけちょうだい。あ、この木の棒って、木の棒がある。ほら、木の棒。おっけ、マスターズソードより強いじゃん、これ。おら、マスターソードより強い木だぞ、おい、これやろ。オッケー、どういうこと、マスターソードより強いって。あ、ゾナーのエネルギー、何それ。今のはゴーレムだったんだ。なんか強そう。これも強いかな、なんか作れそうだね。これさ、ローリングできなかったっけ。またいつかやるんだよ。リンゴリンゴ叩かなきゃダメかな。もうリンゴ全部落ちてきた、落ちてきたっぽい。オッケー、これでニュートンも気づくだろう。もう気づいてるだろう、もう気づいてる。ここはなんだ、小鳥の広場。あ、木の棒、木の棒だ。しゃ、オッケー、めっちゃ強いだけど、素早く剣を選ぶ。お、なるほどね、はいはい。ここで、あー、この安定のね、こう、こうか。めっちゃ強いじゃん、木の棒だ、木の棒か。危ない、危ない、危ない。ここに今一気に落ちるとこだったぞ、お前リンク。おいおい、ダメじゃないか。ちょっと降りたいけどね、なんなら。うひゃーって行きたいけどな。うん、さっきの気持ちよかったもん。やばかったね。下が水だったらオッケーみたいな感じ出てるけど、普通無理だからね。そう、普通無理で。これちょっと上登ってみる。うん、行ってみよっか。できるでしょ、これ、あの、這いずりで。いけない、めちゃ、あ、いけるいける。あの、頑張れ頑張れ。ここで一回休めるでしょ。ほら。お、いける。えい、いけるぞ、これ。結構いけるぞ、いろんなところ。え、ここどこだ、あ、さっきのとこ。あれ、さっきのとこか、これ。さっきのとこの上だ。上か。なんかあったりして。なんかあるだろう。なんか石の剣ぐらい。ほら、キノコちゃん。ほら、空だけ。ポピュラーなキノコだよ。ポピュってんのかよ。ここはジャンプしたらダメージ食らえそうだね。あそこから来たのかな、俺らが。そう。あそこにもポピュだけあるな。ほんとだ、ポピュだけあるね。あっちは雪の島。ポピュだけ欲しいね。あっちはなんかある。あっちもポピュだけあるね。うん。ポピュとか言うなよ、後ろで。マジで。誰だよ、マジで。マジでな、後ろでポピュポピュって言ったらいいんだけど。そう。意味わかんねえ、マジで。ポピュだけの妖精でん。ポピュだけのせい。うん、そう。ちょっとぐるっと回って行ってみよう。なんかね、ポピュだけ以外にもなんかあるかもしれないから。そうそうそう。レアなキノコが1個ぐらいあってもおかしくないよ。今、レアなポピュだけって言ったでしょ。うん、レアなポピュだけはもうポピュだけじゃないから。確かに、レアだけ、レアだけだから、レアだけ。あ、オッケーオッケー、木の枝。木の枝か。まあいいよ、いいよ。折れたら、壊れるから。得てして壊れていくから。ね、まあ、そういうね、木は。木の製品というのは得てして壊れていくから、こういうのは、あの、いくらでもあってもいいよ、最初はね。そうそうそう。そうするとさ、積極的に使えるじゃん。そう。いっぱいあれば。うん、壊れてもいいやと思えるから。ここら辺にポピだけあったよな。あったった、あっけ、空だけ。空だけか。うん、あ、空だけか。ポピュラーだけだっけ。俺らがポピュラーだけって言ってただけか。そうだよ。完全にもう俺、こいつの正式名称がポピュラーだけだと思ってた。違うから。空だけか。うん、怖いね、人間って。マジでね。
さあこんなもんかな、ポップだけは。ソップだけは、だからポップだけじゃないです。もう言ってないでしょ、ポップだけって言ってないよ。マジで。さあさあさあ。さあ、もう動画も26分か、やばいな。いや、時経つの早っ。早いな、30分ぐらい撮ってんの、これもう。第1話の切りのいいとこを探してるよ、今俺。必死に。それだけ、それだけ撮って終わりになっちゃいやから。ポップだけで終わらせることはできないよ、さすがに。そうだね。そうそうそう、それだけ。さあさあ、ちょっと次のイベントまでは進めていきたいところ。一段落いきたい。ああ、これ今日、うん、発売日の夕方、はい、お前が、うん、ゼルダなんかそっちのけで学校行ってたもんだからさ。行くだろ普通に。あれ？あ、またガーディアンじゃん。ガーディアンいるね。あ、右側にもいるってことか。ちょっと木の剣もったいないからさ、枝で戦っていい？いいよ。これで、あいつ。まあ、枝で十分っしょ。ああ、あんなやつ枝で十分よ。あっ、そんなにポピだけやろう。うん、空だけな。けっ。これでめっちゃ回復もできるし、こっちなんかある。なんかあ、木の枝、木の枝。木の枝あるね。オッケー。これで木の枝めっちゃこう、あ、ポピだけ。間違えた。何木なんだよ。興奮しすぎたわ。それだけ2個もあってね。おい、あれ反応しないの、こいつ。調べる。ああ。これはあれか。セーブ？いや。ワープ。ゴーレムはゴーレムだけど、敵じゃないってこと？金門。金門。あいつみたいだね。モンスターズインクの。ランドール。ランドール。確かに。こいつランドールって呼ぶか。いいよ。あ、スイッチ。やばい。ゼルダが使ってた。マジで。プルアハパッド。あなた様は雪吹き道を示す。はい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 。あったね。シーカーストーンだっけ。うん、あったあった。前回もあったこういうのは。ニンテンドースイッチだ。あ、うん。さあスプラトゥーンでもやろうか。そうだね。これ絶対ニンテンドースイッチじゃん。それそうさ。あ、ニンテンドースイッチだわ。はい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 。パラパッチマイナスで開いて、おお、いろんなとこ行けますよと。ここなんかやばそう。ゼルダを探して、まずここに行けってことね。そういうことになるね。ランドール、はい、ありがとう。うん。オッケー。お世話以上です。ここはどこ？私はな、時の庭。タンタンタンテテン。デレレンデンデレレンデンデデン。もういいから。テテンテンテテン。はいはいはい、王国の祭事、もういいから。テン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 、はいはいはい、テン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 、もういいから。もういいの。うん、あ、さっきのあれじゃん。なに、なんだっけ。あなんだっけ、そう、なんちゃらとこ。おー、ゼルダを探して、さあつらくて、うん、ついに始まりました。はい、次回、はい、ゼルダを探していきたいと思います。それじゃあバイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いします。